とことんとこいととアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は1月の21日日曜日になりますよ。今日は夕方からやってきますよ。ロザニアンあるある、イエーイ。バラ作業がなかなか進んでなくてドキドキすることがあるある皆さんもバラ作業順調に進んでますでしょうか。元子さんなかなかねバラ作業進まなくてドキドキ心臓の鼓動がしてますけども、なんとかねちょっとでも進めていこうと思って頑張って、今日は皆さん大好きなピエール・ドゥ・ロンサールの誘引剪定やっていこうと思いますよ。はい、このねピエール・ドゥ・ロンサール、やっぱりつるバラはね木立性のバラに比べて春の動き出し早いんでね、なんとか1月の末までには終わらせたいということでね今日頑張ってやっていこうと思いますけども、このピエール・ドゥ・ロンサールなんか今回下の方からサイドシュートと呼ぶべきかベーサルシュートと呼ぶべきか、こちらご覧ください。ニョキニョキっとねものすごく太い枝が 1,2,3 4本ぐらい出てきてくれておりますけども、はい、こんなまとめて出てくるとほんと困りますよね剪定誘引もうちょっとどうしようかなと考えながらちょっと頑張って今日はやっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずは皆さんに樹形を見ていただきましょう。先ほど紹介したこの根元の方からどんどんどーんと、はい、シュートが出ておりますけども、こんな感じですねもうなんか先端の方ね蝶が優勢でつぼみつけておりますけども、もうちょっとこの辺りはねカットでしょうかね。こんな感じで、はい、もうちょっとねどういう風に仕立てていこうか悩みどころなんですけども、まあ上の辺りはまあ誘引しきれないところはまあカットでしょうかね。はい、ちょっとこんな状態からスタートということで頑張ってやっていこうと思います。はい、まずは細枝枯れ枝からカットということでね、まあ、この辺は迷いますけどもこの辺カットしちゃいましょうか。よしとね、こちらの、はい、いい枝ありますのでねこの辺り誘引していこうと思いますよ。うん、まあ、この辺の、ね、上からカットして、もう重なってる枝カットですね。うん、ちょっとこの辺りの根元からカットでしょうか。はい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 、まあ、今回は前回の誘引はまあ崩さずにその上に巻いていこうと思います。うん、だいぶすっきりしましたけども、ここからねこの機体の4本うまく巻きつけていこうと思います。はい、こんな感じでババッと剪定しましたけども、この上に巻きつけていこうと思いますが、その前にですね貝殻虫、はい、ついておりますのでね、こういう貝殻虫歯ブラシでねちょっと落としてからやっていこうと思いますよ。はい、こちらが貝殻虫の二例幼虫ですね。
幼虫は動いてしまうので、歯ブラシでこそげ落としてもまた上がってくる可能性があるので、ティッシュなんかでしっかり拭き取っておくといいかもしれませんね。こんな形でえいぎゃーとこうね、はい、こういうティッシュかなんかで簡単に取れますのでね、しっかりと落としておいてくださいね。はい、よしですね、うん、危ない危ない。貝殻虫もね、こちらのような成虫の時はね動かなくていいんですけども、こんな感じでね幼虫になってしまったら動き出すのでね、こそげを落としても動いちゃうんで、ティッシュで拭き取るようにしましょう。はい、それではシュートの先端の方の細枝をカットして誘引の準備します。そしたら洗濯バサミで仮止めをして、そして麻紐でキュキュッと縛っていこうと思います。うん、あんまりね寒くなってくると枝が硬くなってポキッと折れちゃうんでね、やっぱり早めの方がいいですね。つるバラの誘引は一人でやるにはなかなかの大変な作業、それなんで洗濯バサミで一旦こうして止めておいてから縛ると、そうすると緩まなくてとても縛りやすいですので、よかったら皆さんもやってみてくださいね。もうこの古枝カットするか迷うとこなんですけども、ちょっとあんまりねいい成長してくれてなかったんで残そうと思います。古枝も、でも同じ方向には生えてるんでこっちに巻きたいですけどね、こちら側巻いたんで、もうなんとかこっちに巻いていきましょうか。特にバラの枝というのは思った場所から思った方向に出ないもんですよね。本当にもうなぜここからっていうところを苦労してなんとか剪定誘引してるという感じですね。よしと、はい、で最後はちょっと微調整して、こんな感じかな。はい、なんとかね2本2本でぐいっと無理やり反対側に巻き込みましたよ。どうかな。はい、今回の剪定誘引はこんな感じとしておきましたよ。はい、なんとかね反対側にもグリグリグリっと巻き込んでやっておきましたけどね、はあ、どうでしょうか。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。ピエール・ドゥ・ロンサールのオベリスク仕立てということでねやってきましたけども、まあなんとかね少ないこのシュートをねこう頑張って巻き込んだという感じですけど、今年のね春の花月楽しみです。ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね、また見てね。